このタイミングで損切りしちゃった、はい、もうやめちゃったっていう方も出てきていると。はい、新ニーサを始められた方っていうのは、そもそも二十年三十年やりましょうっていう話なので。やっぱり長期投資の意味合いというのは、今一度やっぱりお伝えしなければならない。リーマンショックの時は五十パー下げて、立ち上がりに四年もかかってしまったので。ここの教訓はかなり今に効いてると思うんです、ね。うん、まあ、三十パー二十パー下がったとしても、一年ぐらいで戻るような。 株価になってきているので株価下落何度でもありますこの時に慌てずにいれば早期に戻る可能性があると今回、えー、と全世界と日経はもちろん影響を受けましたがインドはこの間ずっとプラスする分散ってすごい大事で <laughs> <ー>やっぱりあの地域の分散とか、うん、投資先の分散っていうのはあのすごく大事ですね。不動産投資を学ぶなら楽待ち ファーストロジックラクチャンネルをご覧の皆さんどうもこんにちはフリーアナウンサーの澤春日です今回のラクトークテーマは今こそ知りたい長期投資の基本の期ということでゲストは経済アナリストマブチマリさんにお越しいただきました森さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの先週の金曜日ですね5%の急落から始まって、うん 実はもうう週間経ったんんでですすよよそなね <laughs> だいぶ長かったんじゃないですか、いやもう雇用統計のあたりぐらいからすごい動きが大きくなって、はい、なか3か月ぐらいたった感じだよねって <laughs> 結構、周りの金融関係者と喋ってるぐらいもういろんなことがありすぎましたね。っていうくらいに本当に一日一日こう、まあ、息つく暇がなかったとは思うんですけど、うんええ、改めてまあ1週間経ちましたと、ええ、まあ,あのあの時に起こった急落暴落っていうのはさまざまなチャンネル、うん、もしくは「ラグマ<ー>チャンネル」でもいろんなコメントをも出されているので、うん、まあそちらは過去の動画を ぜひご覧いただければ、はい、と思うんですけどまずこの1週間馬渕さんはどういうふうにこう受け止めてらっしゃるか振り返っってらっしゃるかそうですね私自身はいつもこの日経平均のレンジの幅というのを年初に作って皆さんに公開してるんですよね。はい、でこの強気とか中間とか弱気のシナリオがあるんですけど強気の範囲のシナリオの中で収まっていたなっていう淵さんは確か結構強気シナリオを自分ではこう 推奨されてるとか自分は強気スタそうですね強気シナリオの中で、まあ、あの利益とかがぶれなければそこを下回ったらちょっと異例な状況なんですけど、はい、まあ強気シナリオだろうっていうのを出しててその範囲の中で収まってる限りは自身も買い足しましたし周りの方もあの買い足している方多かったですね。うんとは言っても、うん、やはりあの、まあ、世間のニュースを見るとやはりこのタイミングで。 損切りしちゃった、はい、もう辞めちゃったっていう方も出てきているとなぜなんだっていうところですとか、うんまあ、じゃあ結局どうしたらよかったんだっけみたいなところ、ええ、これどうう思いますかそうですかそで大前提としてやっぱり、まあ、新 n i s を始められた方っていうのはそもそも20年30年やりましょうっていう話なのでこの8月8か月経ってどうこうっていう判断ではないので。 でむしろ少し気を失って仕事に他の自分の本業に集中していたら知らなかったというか、はい、元に戻ってったなというふうになる可能性があるのでやっぱり長期投資の意味合いというのをいま一度やっぱりお伝えしなければならないですよね。はい、かつあの私自身がその、まあ、後ほどご紹介しますけど、まあ、日経平均をレンジで見ているということと国に対する考え方というのが日本という国は今経済学をベースに まあ中枢の方々が意思決定しているだろうという信頼関係があるので何かあれば手を打つ実際、内田副総裁もまあコメントを出してくださったということなのでまあ異常なことが起きれば一応国は動きますよという信頼があるということですね。い、うん、いう背景を知っていれば ね、あの動き方も必ず変わってきたと思うので今回はということでテーマとして長期投資をしている人は不安にならなくていいよという理由だったりとかこの長期投資のそもそもの仕組みについてこの後と馬淵さんに噛み砕いいいいてて教えたただきたいと思います先ほどおっしゃったやっぱり新 NISA 始めた方ってこう多分、何十年後自分がリタイアされた後の資金のためにっていう気持ちで始められた方が多いと思うんで皆さんその 多分長期投資目線で投資は今年やり始めたっていう方まあ新人さを使って、えー、多いと思うんですよ。すね、なのに今もしかしたら離れていらっしゃる方不安に思っていらっしゃる方銘柄取れない方が出てきてしまっていると、えー、ということで基本を教えてほしいそうで,す、ね、ですよね。ただやっぱりこの値動きが荒いっていうのはあの初心者の方にとってはすごく心配材料になるので、はい、やっぱ政策運営とかあの主要な方のコメントの発言の仕方まあコミュニケーションっていうのはやっぱり丁寧にやって 欲しいいなっていうのがまず1点ですね、はいでえー、とはいえまあ下落したとしても何らかの対策を取ってくるだろうという時にやっぱり長期投資ってあの、まあ、淡々と特に積み立てなんかは毎月同じ金額を設定して私も NISA の積み立て枠はそうなのでそれを続ける形なんでそれを例えば20代の方であれば月々8000円ぐらいを NISA 口座でまあ7%ぐらい、まあ、平均でいうとオールカントリーみたいなものに入れておいて、はい たていくと、まあ、65歳の時に3000万円ぐらいできている可能性があるよというこういうスパンのお話であって、うん、そのお約束で NISA って始まっているはずなので、はい、やっぱり短期視点というのは非常に危険だし NISA、まあ、には合わない考え方なので今一度長期で資産形成していくというこのスタンスの考え方をこの時期、皆様とすり合わせていく必要性があると思いますね。 そもそもこの長期って馬淵、うん、さんはこどれくらいのスパンというふうに捉えていいらっしゃいますか私は老後までを一旦考えているので普通にもう20年、25年というスパンで考えているので。 その間ずっと積み立てていきますし、うんうん、ただニーザのいいところというのはあのご結婚とか家を買うとかお子様の学費が何かいりますよという時に、まあ、自由に引き出すところがメリットなので、はい、あの必要な時に引き出すというスタンスでいいと思うので何か相場にこう迫られて、うんえー、利益を損失確定するとかいうものではなく、まあ、淡々と積み立てていった先に必要な時に引き出すそういう投資 商品であるということなんですよね。はい、はい、ですよね。うん、はい。なのに、今、あの冷静でいられなくなっている方がいるということで。なんか、データも。あ、はい。そうですね。あの、こちら、まあ,あ、アメリカの動きになりますけれども。はい これ確認すると中央銀行という存在がいかに学びいかに成長して成熟してきているかということをお伝えしたいんですよ、ねはい、で、これに日本も一部習っていると、うん、でニューヨークダウンの動きとまるまるショックを見ると1929年世界大恐慌の時は株価83%下がって15年間立ち上がらなかったんですよ。はい、これでもアダム・スミスの見えざる手の時期なんで、はい、何も対策を取れなかった。 それを見てケインズが出てきていやいや経済対策して金融緩和しなさいよというものが出てきてそれが今に伝わっているわけですよね。はい、でその間いろいろ新自由主義とかいろんな学派のものを流れながらも今やっぱりニューケインジャーの考え方で財政出動と金融緩和をやりましょうという経済学の考え方が政府に聞いて政策に反映されているという,こう学んできているんですよということをまずお伝えしたいです。はい でかつリーマン・ショックの時は50%下げて立ち上がりに4年もかかってしまったのでここの教訓はかなり今に効いていると思うんでですよ、ねうん、なのでそのそ後はちょっと下がったとしても、まあ、30%、20%下がったとしても何らかすぐさまこう対策を打って1年ぐらいで戻るような株価になってきているので。 やっぱり株価、下落何度でもあります、この先もまるまるショックっていつでも来ますけれども、はい、その時に慌てずにいれば、まあ、下げ幅がそれなりにあって、まあ、早期に戻る可能性があるとそれが経済学派とともにあるんだよということを知っているだけであの暴落とか下落はあまり怖くなくなると思うので歴史を学び FRB が成長してきてそれに日銀も一部学んでいるという。 これを知るだけでも私自身も淡々と積み立てるることができるんできんすよね、はい、あのすごくうーそうです、ね、初心者の方でも見やすくという今回の,の企画ですので、はいうん、あえてこう一歩下がって、はい、初心者目線の質問させていただくと、うん、ちょっとずつはやはり上がっていると、ええ、どあの少し下がったとしてもその後4年でもしくは2年で1年で元に戻っているという状況を踏まえると、うん、あのやっぱり。 少しの下げでびっくりしないでとりあえずもっといたら将来上がるんだってまず思っていいのか長期投資でというところからなんですけどそこに関してはいかがですか、はい、そこに関しては私はこの歴史のデータと、まあ、金融当局者政策の担当者がこういうことを学んでいるので手を打つだろうというふうに。 まず思っているので、はい、ちょっと個別銘柄の場合は少し事情が違って、ね、やっぱり企業が大きくダメージを受けて立ち上がるまで時間がかかることもあるので今お話ししているニー s の話というのは、はい、指数、インデックスのお話の方が多いはずなので、はい、指数に関してはアメリカの全体日本の全体というのは、まあ、戻るであろうというそういったことを前提にだんだんと積み立てるということを私自身もやってますね。 あの結論から言うと今、手放さない方がいいというそうですね <laughs> 実際に、まあ、あの大幅下落ありましたけど、はい、後ほど見せる日経平均のレンジの、まあ、強気の下の水準であったし、はい、そこからズボッといく可能性ももちろんありましたその場合はまた後ほど PBR0.8 という話をしますが、はい、でも、内田総裁がまあ早急にコメントを出したりとか、うん、何らか国は対策を取るというかほったらかしということはありえないので。 なんかその辺りの,、まあ、あの国の方向性とか金融緩和とかいろんなことを学んでいただくと冷静に判断できるのかなと思いますす、うん、そうですねでこれ私がずっとあの i s a が始まる前からあのいろんな方々にお伝えしてきたニーサのポートフォーリオの案なんですけどへ<ー>マイルドな方、ちょっと資金がまあ少ない方でなかなか分散しづらいので、まあ、全世界と日記のトピックス半々でシンプルにやったらいいですよという話をしました。はい ただちょっと攻める方の場合はこんな風にインドとか、うん、あと個別、そねはい、あそこはちょっと伸びる可能性があるので成長投資枠で楽しんでくださいと <laughs> いう話をして,て <laughs>、はいて私はこの右でやってるんです、実際、はい、で今回、えーと、全世界と日経はもちろん影響を受けましたが。 インドはこの間ずっとプラスだったんですよ分散ってすごい大事で <laughs> <ー>、まあ、いずれまたインドも何かあるかもしれませんが、はい、今の,この大幅な下落って結構アメリカと、まあ、日本で起きていてインドに関してはポジションがずっとプラスであったということへ<ー>それからゴールドも特定口座で持ってるんですけど、はい、これも長期投資で持ってるんですけどここもずっとプラスだったので。 やっぱ分散しているとダメージが少ないなというのは自分も今回の下落で客観的に見て思いましたねへ個別企業とか後輩等株はもちろん、はい、まあ少しダメージがあったとしてもそうですね、はい、あなるほど。 なのでまああの戻ってきている個別の戻ってきているものもありますけれども、はい、やっぱりあの地域の分散とか、うん、投資先の分散っていうのはあのすごく大事ですね。うん、プラスのものがこの下落の中でもあったという事実があります。でこれはしっかり多分この後あのグラフデータ戻っていくであろうということですか。あそうですね。はい、で実際まああの安いところで。 プラス加えて私投資しましたのでその後も戻っていくだろうというところであのじゃあ地域の分散どうするんだという時に、はい、やっぱり GDP の規模とか、ね、経済成長率の勢いのある国に投資するというのが大鉄則なんですけど、はい、ちょっと中国とドイツを省いていきなり日本とインドにしてるんですよね <laughs> それはやっぱ地政学の中国はやっぱり今投資できない。 じゃないですか、うん、でそのお金がインドに流れていっているのでインドになりますし、まあ、ドイツと日本を比べて確かに GDP 抜かれましたけど株でいうとやっぱ日本の方があが上値余地があったりとか期待感が高いので NISA、うん、の方々にも当初からまず地域の分散はアメリカ、日本、インドでやりましょうと、はい、これがまあ今回の暴落で一部やっぱりそのインドがプラスであったというところに反映していますうんですね。うん、はい 収益物件数ーワン。不動産投資を始めるなら落町アプリ楽待で検索あとゴールドですねゴールドをなぜ、はい、まあ持っているかというところなんですがドルとゴールドは逆相関で動くっていうのはよく教科書で,そうです、ね、習ってきて、まあ、ドルが買われてる時はゴールドが売られてっていうか、はい、どっち買うんだっていうその2極の選択だったんですがそれがウクライナ以降。 ゴールもドルもゴールドも買われるみたいなちょっと歴史的に見ない動きになっているわけなのでここはまあ引き続きゴールドの需要は高いだろうなと思っていてでドル制裁を受けたロシアの方々はドルから締め出されたのでゴールドを買うしかない中国もゴールドを買っているインドも買っているということなのでここも自分自身のこうリスク分散の意味合いでこういった地政学の動きも含めて ゴールドを自分で持ってるという感じです、ね、えー、こうやってだからちゃんと見てみると不安材料って一個一個消せるんですよねだからそうなんですね、うん、確かに下落があるかもしれないだけどその逆にこういったものを持っているっていうふうに、はい、なんかこう学ぶとより冷静になれるのかなと思いますね。うん、ですね。 またあ少しあのく乱というか、まあ、もう一つの要因になってきて <laughs>、はい、これまでドルと金、まあ、選ぶならこうどっちだみたいな時だったときにビットコインもこう退避先になっているあの資金の逃避先になっているというか、はい、そういう動きが顕著になっているので、まあ、今これをおすすめするわけじゃないんですけど私自身が2017年ぐらいにビットコインをあの持っててその後すごい下落しましたけどずっと長期でほったらかししているので、はい、円をどこか違うものに 置いておくっていう意味合いではゴールドであるとかビットコインであるとかまあド,ドルも一部還元してあの換算してますけど円以外に結構お金を分散しつつそこから株の投資をするみたいな<ー>分散分散ですそうかマブさんでもこれくらい分散されてるんだ分散してますね<ー>まあ債券とかももっと入れないといけないんですけど、はい、なかなかそこがまあ最近ちょっと取り入れたっていうぐらいで,でよりこう分散の方に 走っているという感じです。はい、で、これがあの,あの初心者の方に一番わかりやすい。投資のリスクとリターンの図なんですけど。見方としては、えっと、下の項目が投資のリスク、右に行けば行くほど大きい。はい、で、上の方はリターンの大きさなん、ね。そうですね。 なので現金は一番リスクが低いわけですが、はい、ちょっとマイナスにぽこっと入れたのは最近、移しまして <laughs> あのインフレが、ね、<laughs> 高まってきているので本当はプラスのところにあったんですが、はい、ちょっと最近、同じ20万もらっても来年20万もらったらちょっと目減りしているなという感じなのでちょっと現金マイナスな、はい。なるほど で社債、国債というのが次にあって、はい、でゴールドが本当は現金で持っているちょっとましだなぐらいの資産だったのに最近、なんだかすごく人気化してきていると、うん、まあこれも人気が少し衰退することもあるかもしれないけど、まあ、あの現金の代わりに置いておくのはありだよねはい 加えてここここのの黒いところ、うん、ここがんの方々なので比較的投資のリスクは低めでリターンがマイルドなところでやっていきましょうということなんで、はい、なんかすごくものすごくいきなり利益ができ出るものでもないですし、うん、まあ確かに損失出たかもしれませんがあのほったらかしておけばまた戻っていって、うん、20年30年経ったら緩やかに資産形成しましょうよねってそれぐらいの。 ポジションであるるととといううこよよくわかると思うんですで個別銘柄好きな方は成長投資を受けて一部ちょっとリスクの高い個別を買っていきだんだん上の方に行くと、まあ、リスクがどんどん高くなってハイリスクハイリターンであるということなんであとはまあ趣味で、ね、あのカバンとか時計とかスーパーカーとかであの資産形成される方もいらっしゃるんですがこれもちょっと、ね <laughs> ね、あの余分なお話で <laughs> メインはあこ,こですよね。はい ここで淡々とあ,のあまり報道であるとかいろんなことに惑わされずにあのやっていけばあの私はしっかり資産形成できると思っています例えば、えーとまあ、その4万円を超えましたとか日本のバブルが。 を更新しましまたっってていうニュースがあって失われた30年をこう取り返したいいあ,のあの時の勢いがっていうようなニュースがあった中で今この下落がありましたとまたもしかしたらインフレのこうね扉に手がさねかかったところからえまたデフレなのみたいなこれだけ円高もいってってなるともう1回あそこに逆戻りしちゃうんじゃないかとか逆に言うとじゃあバブルの頃から積み立ててきた人たちって今 ちゃんと儲けが出ているのかとか過去のケースを振り返って、うん、じゃあそこに当てはめて本当にこれからも積み立てていって大丈夫なのかって思っていらっしゃる方もいると思うんですけど、うん、そこも多分心配だと思うんですけど、はいまあ、バブルの時のポジションを今、思っている方で、そこからまあ私たちが見るべきスタート時点はアベノミクス以降だと思っていて。はい バブル期のところの,あの投資家の期待値って PR70 倍だったって言われるじゃないですかそんなにあったすだから日経平均の株価のつき方って、えっと、出ている実態の利益企業の利益、はい、かける投資家の期待値これが70倍掛け算されてたんです,、はい、すごいバブル感が。 ありまそうですね、あの去年のエ v ビディアとかのレベルですね、それ。とんでもないレベルですよ、ね、そうですね、はい、っていう形だったんですが、そこからまあ正常化されて、アベノミクス以降、まあ、利益をちゃんと積み上げながら、MAX、えー、の今回の4万2000年の頃は、17.5倍だった、はい、これでも高かったんですよ。はい、なので、まあ、70倍に比べれば全然正常化なので、利益が出る国になりましたと。はいで 基本的にアベノミクス以降 PR って12から16で動くのに、うん、17.5というのがちょっと異常の数字だったんで高くなりすぎた山が高いと谷が深いって相場の格言があるようにやっぱり行き過ぎは良くなないいんだっっっていうのは今回思いましたちょっとやっぱり突き抜けちゃったんで少し調整をしましょうねって、ね、いうふうに調整をしましょうよねぐらいだったんですけど、はい、そこからズボっていったのはやっぱり。<laughs> 1、まあ、一つは、もちろんあの言われている個人の方が老ー売,売りもありましたが、はい、それだけじゃなくて海外が投げたとも言われているんですねそこはやっぱりこのマクロデータ、まあ、実質賃金ょっとプラスになりましたけども、うん、でもまだまだ弱い個人消費が弱いこういった中で利上げをするような国なのクエスチョン、うん、本当にデフレから脱却するのクエスチョンと、うん、いうのがちょっと海外からの見え方で。 まあ売られたというのもあると思うので国内の要因海外からの売られたという2つ要因があるのでここはやっぱり金融政策この先もまあ丁寧にデータを見ながらやっていいいたただきたいなと思いますですでね、うんはい、改めてなんですけどもあの長期積み立て投資、まあ、今リスクという画面<あ>出てますけどもメリットデメリットの話を、ええ。 お願いしてもいいですか?。はい、もちろんです。はい、で、あの長期の積み立ての、お、お話の時に。投資で、これリスク、リスクって言うじゃないですか?うん。日本人は特に言うかもしれませんねリスク、リスクって。<laughs> リスクって、どういうイメージですか、うん、あの、まあ、英語ですけど、リスクって日本語に変換すると。まあ危ない危険そう。そうですよね。はい、でも、投資の中では、リスクって危険ではなくて、この変動幅とか。ブレとか、この幅が大きいことを、皆さん。 嫌がるのでできるだけブレがないほうがいいのでやっぱりいきなり急上昇するとか急下落するとか、はい、もうこれが一番好ましくないのでできるだけこうマイルドに成長していきましょうというのが好ましい、はい、でこのリスクを避ける時にもう1回、えーまあ、復習になりますけども長期の長期で積み立てで分散していくと。うん、これをすると自分のポートフォリオは まあ、世界はすごく騒いでるかもしれないですけど自分のポートフォリオの資産に関してはブレができるだけ少なくなるで安定したまあ成果を出そうというこれがまあ鉄則なので、はい、長期間、まず期間を長くするそれから時間を分散していくで地域も分散していくと、うん、これをすることによって、まあ、世の中のこの大きな変動幅から自身を守ることができるということですね。うんですねはい で分散に関しては、まあ、あの3つあります、はい、国を分散するそれから投資先の資産ですね株以外のものにも投資していく、はい、で時間の分散なのですぐ今買うとかじゃなくてやっぱり時間を分けて買っていくことによってこの3つの分散をすることによって、うん、まあ守ることができますよということなんですよね。うんうんはい